高いとか。ぴったりですね。あ、もうちょい下でもいいですか。はい、あ、ありがとうございます。ここいいですね。爽やかに。こんばんは。まだですかね。あ、あ、始まりました。皆さんこんばんは。宮原健太です。よろしくお願いします。いや、春ですね。こんばんは。あ、いいですね。皆さんこんばんは。おー、着々と皆様。今日は4月の、3日水曜日8時半を回りました。ただいまより三原健太の YouTube 生配信を始めたいと思います。皆様どしどしお集まりくださいませ。皆様お待ちしておりますよ。こんばんは。皆さんこんばんは。あ、たくさんのコメントありがとうございます。皆さんこんばんは。あ、着々と、あ、すごい人数が増えてきた。やはり8時半ということでね、仕事終わりの方も多いんじゃないかなと思いますね。そうですね。両方今日は用意してますんでね。はい。お疲れ様です。今日も。あ、どうもお疲れ様です。皆様こんばんは。で、おもてちゃん、先ほど1時間前ぐらいに、はい、福田剛社長との宮原健太選手会長の対談も出て、今コメントでね、はい、そこを見てきましたっていうことも今コメントがありましたけど ね、はい、ね、ちょっとほやほやですね。ね、普通の番組とかでは、はい、あんまないぐらいのハイペースの取って出しということで、はあ、ね、あの昨日、あの皆さん対談取ったの昨日ですからね。オデチがもう寝ずに頑張ってですね、はい、昨日あの夜中まで LINE が動いてましたけどね。リアルに動いてました、ね、動いてました。うちのね、ね、広報の方とのね、編集店でのね、いろいろうん、ありますんで、事前打ち合わせが、ね、大変ですよ。あんまり、ね、ちょうど今4月なんで、はい、新社会人になった方ももしかしたら見てるかもしれないんですけど、本当ですね。そういう方にはあんまり影響はあるんですけど、ね、深夜に洗剤くださいとかないよ。よくないですね。あれってでもサラリーマンの世界ってありえないですかね。このプロレスとかこういうオデッチ小林の勤める業界あるあるかもしれない。多分何時以降連絡しなさいに してくるなみたいな雰囲気あるでしょ、多分サラリーマンの方は。あるんじゃないですか。いや、あると思いますよ。あんなもあるも今やったら、あ、ダウトですよ、あんな。あんな12時スレスレで、スレスレで、関西選手のハヤト選手たちの洗剤を送らせる。アウトでしょうね。良かったですね、我々頭のおかしい人たちも。社会人の方見てたら気をつけてください。いやいや、まあまあまあ、そういう世界もあるということで。まあそれによって皆様ね、こうやってまあほぼもうノー編集で、いやいや、編集してるじゃないですか。バカにしてるんですか。お前の編集はその程度か。俺にとってはノーだみたいな。いや、しっかりやってますから。いや、ありがとうございます。皆さん、オーデッチのあって、ああいうね、対談も出てます。もう100人超えました。ありがとうございます。もう3分で。あとあれですね、ちょっとその対談の話からいくと、はいはい、そうですね。ケントさんとかはもちろんね、自分の会社の社長さんなんであれですけど、はい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 、僕ら的には、おおも初めて絡ませていただいて、そうですね、挨拶制度でしたもんね、うちの YouTube チームも。はい、ただなんかあれですね、うん、ちょっとまあいろいろね、はいはい、SNS だって最近の動向的に、はい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 、社長にいろんな意見が飛んでますけど、はい、飛んでましたよね。ただまあ、なんかわかんないです。はい、この1回会っただけですけど、はい、普通に面白い人だなと思います。いやいや、もうあの全日本愛が強い方ですから、はい、まあ、そういう部分でもね、こうやって僕と話すことによって、ね、皆様にお伝えできるんじゃないかなと思ってましたよね。あ、だからしっかりプロレスをね、昔からついてて、はい、やられてるんだなっていうのは皆さんも分かったんじゃないかな。そうです。あ、あとおでちなんか最後に明日のポッドキャストの宣伝までしてくれてありがとうございます。いや、マッツンさんがなんか、はい、ありがとうございますみたいな。ねえ、マッツンとうちの候補からも圧力が入り、おでちに大変ですよ、もう。明日の12時ぐらいでしょ。そうですね、明日のお昼ぐらいにポッドキャスト宮城の選手会長室の集合も、うん、ゲスト福田社長をお迎えして、まあね、20分、30分お送りしますのでね、はい、ということで、おでち、でもまあ春ということで、春に4月初めて生配信ですかね。そうですね、大田区総合大会以来、新年度になりまして、皆様、春です。よろしくお願いします、4月新年度。はいはいはい、僕らからしたらただの月の方だけですけどね、これ
皆さん新年度っていうのはあの社会人的にはやっぱ大きいですか。どうでしょう、どうです皆さんが、まあ、あの社会人の方もいらっしゃると思いますけれども、なんか飛びました。いや違う、あの新年度っていうのはやっぱり結構皆さん大きいものなんですか、社会的には。年度末の締めとかね、おっしゃる方言ってますよね、はいはいはい、年度末締めで忙しいとか。年度末締めってのは何なんですかね。え、ちょっと誰も知らないからちょっとあれですけど、まあなんかあるんでしょうね、あ決算的に変化大きいです、お忙しいです。まあ大きいんだ、はい。何、どういう形なんですかね。やっぱりいろんなシステムが変わるんですかね、部署やらなんやらとかあれじゃないですか、なんか、はい、まあ昔バイトしてたりあれですけど、はいはい、やっぱなんかその1年を締めて次から1年がスタートなんで、多分すべてのお金とかそういうのをここで1回区切るんじゃないですか。じゃあ年末感はあるということなんですかね。ですかね。新入社員の名刺を作るのが大変です。そういうことですね。新入社員の方というかね、まあ、新しい、もう学校は始まってるんですか。いや、まだ、まだ、あ、まだ春休み。じゃあ社会人の方が、まあ、営業が大きいというこの新年度ということで。かっこよ、はい、ゆうたさんフリーランスなんで関係ないですね。めっちゃかっこいい。かっこいいかちょっと分かんないですけど。でも皆さんね、看護師さんもいたり、はい、はいはいはい、面白いですね、いろんなお仕事の方いて。そうですね、まあまあそうでしょう、はい、まあそんな春を迎えたということで、あ、学校は来週の月曜からみたいですね。もう始まりますよ。だからもう学生さんたちももうそろそろ休みが終わるぞっていうことで、もうバタバタし始めてる時じゃないですかね。まあ、ね、僕も部活動やってきた人生なんで、あんまりそういう学生、ね、の休みっていうのもあんまりくっきりしないまま。練習がありましたね。練習ありますから、はい、まあね。柔道なんて、ね、休みこそ合同練習してる、はい、そうですよ。だからね、そういうことですよ。まあ、新年度始まったということで、まあ、気分新たに我々の YouTube チャンネルもやっていこうかということで、ね、いつもそういう作戦会議してますけれども別に新年度だからってやってはないんですけどね、本当は。まあでもね、本当にね、はい、日々YouTube とともに、あれ、この大田区総合体育館の試合後を言いましたかね。やっぱサイン会でも本当に YouTube 楽しみにしてますって方は、まあね、増えましたね。ああ、あれですよ、何でしたっけ、はい、なんかあのサイン会で、はい、お姉さんと小林さんいましたよって言われて、ケンさん、なんで俺に言われて、僕に言われてもしょうがねえだろっていうこっちもそれどころじゃないっていう、ね、でも、はい、でそれぐらい認識いただいてるのはありがたいですよ。そうですね、本当ありがたく、ね、しかしこの前、まあ、大田区総合体育館直近で言えば非常に大盛り上がりで、うん、今日発売ですか、週刊プロレス、はい、まあ、全日超新時代っていうところで、あれ、映ってないですね。僕は映ってませんよ、いいんですよ、僕のこと。何ですか、修学旅行じゃあ、なんか、いやいや、おかしいだろ、欠席した人みたいな感じ、圧力感あるじゃねえかよ。いやいいじゃないんですよ。だそういう意味でもなんかこう全日本プロレスがまさに春というか、こんなになんか春っぽい業界の流れってなかなかないですよね。わかります、言ってる意味ちょっとよくわかんない。いや春っぽい、こんなに新時代が急にこう前面に取り上げられるというか、確かに春っぽい、はい、あ、確かに、うん、だってね、今全然これは全日の事務所じゃないにもかかわらず後ろに2枚貼ってますけど、はい、いや本当ですよ皆さん、これ今月から4月18日から始まるチャンピオンカーニバルのねポスターを全日本プロレスの事務所でも何より貼らせていただいて本当厚かましいというかね、我々は。いや、はい、このフロア以外にもちょっと奥にもあるんですけど。いや本当ですよ、もうオーデッチがですね、皆さん報告があるんですけど本当全然プロレスでない会社、関係ない会社なのにですね、昨日うちの全日本の事務所からポスターをかっぱらってですね俺の会社に貼るんだっつってですね、全く関係ないジャンルの会社に今全日本のポスターが貼られてるんですよ。本当に大丈夫かなと思ってヒヤヒヤしてるんですけどね。一応その、ね、番組というか、はい、メディアの制作の会社なんですけど。そうでしょ、いろんなカレンダーとかあるんですよ。要はそうでしょ、あと普通は扱ってるテレビとか貼るもんでしょ、アイドルさんとかね、アイドルとかそこにね、いっぱいね、アイドルさんとかあるわけでしょ、まあ、サイン付きの、貼ったりするんですよ。はいはいはい、あとでサインしますよ。書きましょう、書きましょう。いや、そうだそうだって、あなただけだからね、あなたたちだけだから。 で昨日、バレないように磁石で貼り付けて。いや、大丈夫か、しかもそれ何日とかいうポスターじゃないでしょ、番組のポスターとか。ザ番組の。そうでしょ、こんな宣伝のポスター貼っちゃダメよ。そしたら昨日僕席座ってたんですけど、はい、
あの前の女性の、はいはい、社員というか、はいはい、社員の方に先輩が、はい、別の先輩に、はい、なんか気づかないでね、プロレスのポスター貼られてるんだけどって言ってて、俺も人から面白くて、いや面白いでしょそれ、あなたはびっくりして、ただちょっと大丈夫そんなプロレスを繁殖させて、いやでもなんかね、こうやってだって一応うちの会社で やってる番組とか、いやいや、まあまあそうですね、まあそうですけど、何月何日してこんな怖そうな人たちのガオみたいな、いやだってケンドさんの左にはあの真のイケメンをつけて、まあまあまあ斎藤ブラザーズね乗ってますけどね、ああ安西優馬ね、はいはい、その安西さんの写真見て昨日小林、はい、なんか言ってたよな、何ですか、え違いますよ、私ケントさんの方見て、僕の吠えてるやつでしょ、なんかケントさんとこ、あ、そういうことか、はいはい、最低ですよ、最低なこと言ってましたね、 いいですよ、でも本当に、はい、やっぱケントさんのこの温度感がね、やっぱ温度感がまあ僕だけ、やっぱテンションが高いですよね、スマートさんがすごいんですよ、すごいですよね、両脇のお二人が、あー確かに、アンデさんなんかもスッてしてる、そのバランスがやっぱいいんじゃないですかこのチャンピオンカリバのポスターのやっぱ見どころというか、だから大森選手、北斗選手もこう済ましてる、ああ済ましてますね、済ましてますよね、皆さん済まして、なんか僕だけ結構テンションがいやいやいや、一番左上にもテンションが出てる、いやいやいや、だからちょっとなんか痛い系がテンション高いっていう、ちょっとパターンが似てますよね、そうそう、皆さんあれですね、やっぱ新時代の方は結構スマート、スマートね、本当だ、本当ですね、だって見てください、ジュン選手のスマートさですよ、うわそれに比べて宮原スワマラインはちょっとおかしいよね本当に気合の入り、いやでも、はい、あので福田社長との対談にもありましたけど、はいはい、いやケンドさんが最近の悩みみたいな話あったじゃないですか、はい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 、いやでもあのケンドさん、そのイケメンっていう言葉で、はい、触れる感じじゃないなって俺は思っちゃって、なんか俺もイケメンじゃないっていうその言い方じゃなくて、はいはい、イケメンっていうよりは、はいはい、あの漢字の男っていうような感じなんですよ、あーっていうかっこいい、あれ漢字の男っていうのはあの三髄の方でしょ、漢っていうでしょ、はい、あれでどういう意味なんですか、最近古いですけど男らしい、あ男らしいみたいなイメージが、確かにな、だから昔は昔っていうかあの、はい、ご自身でもおっしゃってた時期は、はいはい、あ本当に今でいうね、新時代のようなイケメンでしたけど、だんだんとこう、確かにね、で貫禄というか、はいはい、そういうのを感じますけど、あ本当ですか、で、男らしい男というか、あそうですか、はい、っていうのを感じますけど、まあ男はやっぱりね、トータルバランスですからね、はい、ね、大事なのは顔だけ良くてもね、そう顔だけ良くてもしょうがないですから、やっぱレスラーたるのトータルバランスで、はい、一番ね、あのやはり引きつけるものがないとダメですからね、だからこそね、はい、福田社長がなんかボロクソ言ってましたけど、いやボロクソではないよ別にそんな大したこと言ってないよ俺がオーバーリアクションだからちょっとそういう風に見えるだけででもあのいいお二人の対談で、はい、いやそういうことですよ、はい、まだ見てください、はい、はい、そうですね、まだ見てない方はぜひ見てください、はい、今140人の方見てます、ね、本当ですね、ありがとうございます、大出地、今回は、はい、チャンピオンカーニバルの優勝予想をしようということですからいやなんか、はい、X のなんかねコメント書いていただいておりますけど、はい、これはツッコミ待ちなのかなっていう、いや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 、評論家 YouTuber じゃないですよね、プロレス違いますよただ今回の優勝者ってのは皆さんの、はい、まあいわゆるまだまだチャンピオンカリバーあと2週間ぐらい先ですけど、はい、まあそのいわゆる世間一般はどういう目で見てるのかっていうのをちょっと事前にアンケートがあったら、今日皆さんのねチャンピオンカリバーについて、ちょっとね聞きたいなと思ってるんですよね、はい、わかります、言ってる意味、ポスターで撮ってますね、はい、ね、ツイッターして、うん、おじち言ってるの分かりますよね、はい、まあ、その事前にだからあの、別にこのチャンネルを今ね、見ていただいてるから宮原健人じゃなくてリアルにコメントそう、リアルに今の世間は全日本プロレスの今年のチャンピオンカリバーまあ、どのように優勝予想してるのかというところをですね、僕はあの知りたいなっていうところがあるんですよね、なので今日オデシもそういう部分でも、うん、進めていこうかなと思ってますね、あ、万次郎さん500円のスマちゃんありがとうございます、シュープロ読みながら、見てます、シュープロ読みながら見てます、安西さんたちが超新世代に、まあ、もちろん期待しますが、ケントさんやユーマさんがそれぞれどのような対象するのかめちゃめちゃ楽しみですということで、万次郎さんスマちゃんありがとうございます、ありがとうございます、まあ、だからそうですよね、まあもちろんあの僕はあの大田倉とね、ツイッター X ですかでも言いましたけど、まあ僕はぶっ潰すと、あの袖全員そういう気持ちでいますから、
なんかよくありがちじゃないですか、スポーツ業界にあのインド渡す、なんていうんですか、この世代をしっかりね、はい、次に渡すみたいな、見守るみたいなのあるんですけど、僕は全くそのつもりはありませんので、うん、それはね、皆さんもご心配なく、あのね、あの宮原健人の背中を押して超新世代というものの彼らと戦う景色もね、楽しみにしてもらえればなと思いますけどね、うん、はい、まあ、もちろん健人さんもあれですよね、はい、まあ久しぶりって言ってもあれですけど、はい、優勝狙ってますもんね。いやそうですよ、いつ以来か僕が優勝したのは多分2010何年からですよ、うん、で三冠チャンピオンとして確か18年ぶりかなぐらいの優勝した時以来じゃないですかね。そうですね、そうですよね、2000何年以来ですかね。はい、すいません、調べていただいて。いえいえ、あの1973年がジャイアント馬場さん、1973がジャイアント馬場さん、74年がジャイアント馬場さん、馬場さん、75年がジャイアント馬場さん、あとどれぐらいかかるそれ時間決まってるからさ今1975年、いや社長ねえよもう生配信だよあ、すいません、すいません、全部言ってほしいのかなと思って。どうですか、え、去年が誰ですかね、足野翔太郎。そうです、そうですね、はいはい、ティーホークさんとやりましたよね、はいはいはい、タッグで、はい、あそこコメントでも2019年、平成最後の、は、平成最後のチャンピオンカーニバルで僕が優勝した、うん、ってことは5年前にもなるんですか、僕がチャンピオンカーニバル優勝したのが。おー、確かに、うわー、これ意外と昔に感じますね。そうですね、うん、あー懐かしいですね、準優勝、はい、ジェイク選手ですわ。え、2019年、はい、あ、ジェイク・リーと三原健人がやった時のチャンピオンカーニバルだ、はい、はあ、で、2020年は誰ですか。2020年が、はい、一旦コロナであれしてますね。あ、そういうことか。で、ただ、時期ずらしてやってますね。あ、決勝がゼウス対宮原の時ですかね、はい、はい、2020年で、2021が決勝がジェイク対ケントさん、宮原だ、で、ジェイクさんですね。ですよ、2022年、昨年が、おお、え、さ、いや、2022がユウマさんとジェイクさんの決勝です。あ、そこからか、ジェイクさんすごいっすよいや、だからそれぐらいもう、その時やっぱりね、それ勢いがあった選手ということで、で、昨年が、足野翔太郎選手とティーホークさん、あ、ティーホークが優勝、いやいや、足野さんとティーホーク選手がやったと、あの大田区です、ですよね、ケントさんあれじゃないですか、内藤選手たちとやる、あー、その時だ、はい、その時以来、っていうかもう2019年以来、はい、僕は優勝から遠ざかってるというところで、はい、おでちも4月18日、約2週間後から始まります、うん、これ皆さん優勝予想は、でもこれ宮原健人の YouTube チャンネルだから優勝予想は僕の人が多いんですかね、まあ、一発目聞いてみます、皆さん優勝予想誰か、うん、皆さんコメントで優勝予想をちょっと僕に気をつかないでいただいてですねまず、あの率直なもう直感力ですから、こういうのは大事なのは、皆様の優勝予想は誰ですか、皆さんよろしくお願いします。はい、皆様の優勝予想を受け付けております。はい、おお、お分けできた、結構 割れてますね、うん、おお、割れてる割れてる、え、あ、すごい、あら、割れてきてます、割れてきます、割れてきます、はあはあはあ、割れてる割れてる割れてる、おお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 お、こういうのが見たいですよね。そうそうそう、これ、あ、どんどん入ってくる、あ、これはどうなる、今年の優勝予想は誰だ、おお、あ、追い上げてきますね、追い上げてきてますねどうなるどうなる、おーおーおーおおお、すごいすごい、割れてる割れてる割れてる、すごいな、これ割れてきてますね、これ皆さん非常に割れてますね、これ、はい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 、割れてます割れてます割れてますよ、来てますよ、結構来てますね、これは皆さんどうですか、これ、おー、はい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 、あー、ケンドさんまくりましたね、まくってきますね、おー、すごい、来てる来てる来てる、宮原来てる、宮原来た、え、ケンドさんフェスか、え、競馬見てます、してませんよ宮原、あ、来てる来てる来てる、あー、宮原健人来てます、どうだどうだ、宮原健人優勝予想、おー、優勝予想、どうだどうだどうだ、おー、おー、来てる来てる来てる、すごいコメントだ、すごい、ケンドさん実況してください、宮原健人追い上げております、そんなの言ってる場合じゃないんですよ、あ、おお、
ほう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 。あ、これはですね、おでち、僕が今ざっと、いや、ちなみに、あ、ちょっと小林ちゃん何やってるんですか。小林ちゃん何やってるんですか、そんな。正確な数字、うちの小林ちゃん、ほんと正確な数字出してくれるんですよ。今の正の字で書いてます。いや、これ来てる、これ来てる。ケロさん、なんで今ちょっと皆さんの見ながら。そうですね、でもこれ僕ざっと見たところ結構4選手ぐらいに絞ってきましたよね。どうですか、ざっと見なくて大丈夫です、今やってるんです。いや、やってるって、これ大変な作業じゃないか、これ。いやいや、今本当にすごい速さで、すごい速さでじゃないよ。あれですね、あの学生側の何々係に聞いてる。いや、そうでしょ、あれ速さでやってた。まにある、あるよね、本当に。いや、あ、でも非常にやっぱり、でもこれ宮原健人の YouTube し、ありがとうございます。はにわ源人の一人旅さん、200円のスパチャありがとうございます。お、はにわ源人の一人旅さんは4月27日大阪大会見に行きます。全選手5分以内にやっつけて全勝してくださいということで、ありがとうございます。大阪でお待ちしております、はい、っていうことで、これは今小林さんの集計が出つつですけれども、おでち、ちょっと開幕戦からちょっとやっていきませんか、これ。オーデッチの見解っていうか、これはどういうとこがポイントになりそうか。宮原健人の対戦。418の。418、まずですね、宮原健人は開幕戦から宮原健人 vs 綾部蓮です。はい。これは、単純に言えば大田区で綾部選手の、入団の、きっかけを作った男が僕ですけれども、うん、まあ正直あの時戦って思ったんですけど、綾部選手は、きっかけさえあればもうぶっちゃけもうトップ戦線に行く選手ですね。はい。オーデッチから見てどうですか、綾部選手の印象というか。いや、うん、非常に、うん、まあもともとあれですもんね、はい、ジャストタップアウトに。そうですよね、うん、そこからね、うん、全日本戦に行かれてるのはフリーで、うん、そうですね。でもあれですけど、はいはい、やはり、うん、やっぱ2メーターっていうのは、はい、正直異次元じゃないですか。異次元ですよ、うん、だって、ね、石川選手だったりジェフさんより全然でかいですから、はい、そうですね。それって、はい、まあ、すごい貴重ですから。そうですね。ただなんかあれですよね、はい、ちょっと、まあ、まだお若いのもあるかもしれないですけど、はいはいはい、やっぱ健人さんと並ぶと、はい、このプロレスラーとしての圧が、はい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 、そういうことですね、なんですけども、うんうん、はあると思います。だからぶっちゃけここで初戦は落とせないってことですよ、綾部選手に対しては。もちろんここで逆に、はい、健人さんが取られたらちょっと、いや、ダメでしょう。その呼んどいてっていう話になって、いや、そうですよね、はい、あ、ちょっと、なんですか、あ、一旦行きました、行きました、一旦中継が、ただいまのざっと中継が出ました。小林秘書のですね、今ざっと計算が今出ましたんでですね、はい、皆様少々お待ちくださいね。でもまあでその早速綾部選手とやれるというのも、はいはい、これも最初にやります？あ、最対戦カードやってからでいいですか？でもね、その、あ、小林、あと今から僕のこの対戦、これ勝ち負けやるんで、開幕戦僕の勝ちっていう感じで、僕が総合何点になるか、もう一応我々の見解として、やっぱ作戦長期戦になりますから、ただ単に勝てばいいってことじゃないんで、その辺も作戦でいっていきましょう。え、そのただ単に勝てばいいだけじゃないけど、どういうことですか？だからここはちょっと引き分けに持ち込むかとか、あ、ここはちょっと油断できないなとかですね。調整というか。はいはい。そんなことあるんですね。綾部 vs 宮原健人は間違いなく宮原健人、白星でスタートしましょう。はい、皆様、はい、vs 綾部は白星で絶対いきましょう。皆様どうですか、大丈夫ですかね、そこは白星でなんとか。続いて次はですね、アクトシティ浜松、宮原健人 vs 大森北斗、あ、これですよ。これね、バトルロイヤルで大森北斗選手のちょっとプレースタイル見たんですけど、急所打ちですよねとか丸め込み、うん、あの辺がちょっと気をつけなきゃいけないなってところで、ここはちょっと油断禁物。別にあれですよね、はい、そんなプレースタイルでしたっけ、大森選手。いや、そういうプレースタイルですよ。本当ですか？土下座するかしないかの時もやってましたから。まあ、大森北斗選手は間違いなく、まあ、僕が勝つでしょう。ね、負けてられないでしょう、浜松。皆様、7月20日、浜松ですね。はい。はい、浜松いいですよね、はい、浜中あったりして。いやいや、本当ですよ、浜松。餃子も浜松。浜松、本当、浜松餃子も美味しいです。アクト浜松が、プロレス会場としては非常にいい会場なんですよね。いや、広いですよね。広い。幕張メッセ館ありません？そうです、そうです、そうです。幕張メッセ館ありますか、ね、あります。非常に見やすい、平らでね。そうです、そうです。フロアがね。去年行ってますから。あ、そうですか。
一点まだ始まってないでしょ。始まってないです、全く。この俳句感じのね。で、どうする家康っていうのが大河ドラマあったんで、はあ、何でしたっけ、はい、浜名湖、浜松城、はい、浜松城行きましたよ。浜松行った、ちゃんと観光もできますからね。あ、だからアクトシティは浜松は観光も行けると、はい、で、4月21日幕張メッセ千葉ですね。いいですね。これがまさかの宮原健人 VS 青柳優馬が組まれるという幕張メッセ、はい、これはなかなか難しいよね。引き分けくらいしとこうか。大森さん言ってないしね。大森くんは僕の勝ちです。あ、健吾さん200円のスパチャありがとうございます。4月28日、名古屋でお待ちしてます。昨年覇者の足野選手との熱い試合を期待してます。目指すは優勝ですよってことで、健吾さんありがとうございます。ちょっと幕張メッセは引き分けにしとこうよ。宮原健人 VS 青柳優馬を、はい、ちょっとこの幕張メッセはかなりポイントになると思うんですよ。まあもちろんね、勝ちを狙うのはもちろんですけれども、それぐらいのどっちが勝つかわからないという。あ、トールさん800円のスパチャありがとうございます。これ幕張メッセ、トールさん幕張メッセはちょっとですね、まあ時間フルタイム引き分けの可能性あるんじゃないかなというか、まあどっちが勝つかわからない戦いになるかなということで、謙虚に引き分けということで。すごいですね、浜松の翌日千葉にいるんですね。いや、そうですよ、皆さん移動も大変で。で、まあ公式戦はないんですけど、4月24日、はい、品川ステラボール、うん、おでちこ行ったことありますか。いや、ないですね。品川ないかな。プリンスホテルステラボール、これめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、はい、正直映画館のようなめちゃくちゃ綺麗な会場なんですよ。おでちこ見てきてください、これ本当にこれ見た方がいいですよ。ステラボール、これコンサートとかやってんすかね。ああ、はいはい、めちゃくちゃいい会場です。はい、半端ないですよ。ああ、アクアパーク品川とかも近い。そうです、もう品川駅から5分です。4月24日、これって最近できました。いや、あったんですけど、多分プロレスが全日がやってるの見たことないですね。そうですよね。数年前の王道トーナメントでやったんですかね、うんうんうん、あ、トールさん3000円のスパチャありがとうございます。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうですね、水族館の横でしたっけ。はい、マコベーブルさん、確かにそうですね。ありがとうございます、トールさん、ありがとうございます。だからこのステラボールはぜひですね、最近プロレスを見始めた方にもおすすめの会場で、はい、ステラボール、あ、トールさんが戦う前にステーキを食べてくださいっていうことで、ありがとうございます。だから、はい、品川駅ほぼ目の前なんで、はい、もし、ね、新幹線で来られる方とかもすぐ、そうです、もう高輪駅から、5分です、はい、そして4月27日エディオンアリーナ大阪、大阪です。4月27日は宮原健人 VS サイラス、180キロ男です、相手が。すごいですね、サイラスさん。これどうする、僕戦績的には多分五分五分ぐらいなんですよ。あれ、なんか昨年の、はい、最強タッグで負けてますか。ですよね、負けてますよね。だから1勝1分けぐらいの感じなんですよね、今180キロ男サイラスとは。まあそういう部分では、まあでもね、負けられないでしょ、ここは。小林さん、それ勝ちでいきましょう。はい、大阪で宮原健人勝ちます。で、4月28日名古屋大会では、名古屋国際会議場、おでち国際会議場行ったことありますか。これだってコンサートやりますか。あります、よくあります、はい、ここが宮原健人 VS 去年の覇者足野翔太郎です。去年の優勝者 VS 2019年の優勝者、これなかなか侮れないですね。足野選手の入場力かっこいいですよね。そう、好きですよね、はい、ね。だから足野選手すごい気合でしょ、入場から気合がすごいというか、僕とまた真反対の選手というかね。あとね、うん、いつも入場の時の着てるのが、はいはい、これは意味をなしてるのかっていうぐらいのシャツみたいな。ああ、なんかプロレスラーっぽい、昔のプロレスラーっぽいというかね、海外のプロレスラーっぽい感じのイメージがあって、かっこいいですけど。で、オデチ、これは負けられないよね、名古屋では。名古屋やっぱプロレスファン多いですから、うん、大阪名古屋は小林さん勝ちで、勝ちで行きましょう。はい、あ、はい。結構勝ちですね。今のところ結構いい順調に来てますんで。はい、で、富山の黒部、ここで富山の黒部メインアリーナです。おでちめちゃくちゃ会場大きいです。おお。はい。で、なんと小中学生ですか？はい。無料ですよね。本当だ。でしょ？小中高生。小中高生がなんと。
富山の、あら、トールさん、3000円のスパチャありがとうございます。トールさん、すごいいただいて、ありがとうございます。すいません。トールさん、なんかコメントを書いていただいて全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、この、だから、おでち、富山黒部は、小中高生無料という、うん、これは富山県を全日本プロレスで盛り上げようじゃねえかという現地の皆様と考えて決定したものでございます。そこで黒潮東京ジャパン VS 宮原健人行われます。おでち、はい、あ、トルさんが、はい、コメントでもっともっと頑張れとエールを。ありがとうございます。トルさん、ありがとう。で、黒潮イケメンと宮原健人やります。どうですかね。これでも入場は聞いてはあるんですけど、僕は彼ほど入場ふざけてませんから。え、いや別に、ね、ふざけてはねえか。あ、そっか、ふざけてはねえか。魂のね、はい、でも俺子供人気はあっちの方がありそうだよな。難しいしかも元々、ね、はい、ユニットだったじゃないですか。同じとこでも知ってる、先日も知ってる部分もあるから、はい、ただ負けてられないからね、勝ち。まあ子供がどれだけパワーを与えるかってあれだけど、宮原健人勝ち。でも健人さんだって、お子様で、ね、はい、しっかりこう大体ってあるじゃないですか、はい、そうですね、僕も勝手に、いや勝手にっていらない言葉が。だから分かんないですよ、お子様人気対決、うん、確かに、はい、で次、おでち、公式戦ないですけど、5月3日仙台宮城夢メッセ宮城本館展示ホール C、 こちらの斎藤ブラザーズ凱旋。皆様、こちら僕も初めての会場です。展示場ホール C です。これも大きな会場です。皆様、仙台の皆様、5月3日仙台に行きます。これは最寄りは、これは最寄りはちょっとわからないんですけど、ただ初めてです、僕はここでプロレスをするのは。多賀城、はあ、宮城の区。でもこれプロレスファンからしたらもうプロレスのメッカでもありますから、この場所は、はい、馴染みの場所です。この時は斎藤ブラザーズ対決が組まれてます、はい、オーデッチの予想はどっちでしょうか。斎藤レイなのか斎藤純、これどっちだ。レイさんで、小林さんどうですか。私純さん。割れてますね。っていうぐらい皆さんも割れてると思います。こちら非常に皆様たくさんの方が期待を寄せてます。仙台大会は前より券お早めにお買い求めください。やはり斎藤ブラザーズを見ようというファンの方が殺到してるらしくて、はい、ね、5月3日子供連れて行きますということで、皆さんいろんなところで見てくださってありがとうございます。まあ5月3日14時です。で5月4日来ました、新潟三条。こちら宮原健人、公式戦ではありませんけど、この三条はおでち、宮原健人第三の故郷です。はい、第三の故郷、新潟三条ってのは馬場さんの故郷じゃないですか、はい、すなわち、あ、マミさん555円のスパチャありがとうございます。お、マミさんが宮城大会行きます、宮原選手が優勝しますように。お、分担を行くか迷ってます。お、宮原選手が優勝決定戦まで来てくれるといいなってことで、だから宮原、ありがとうございます。マミさん、ありがとうございます。マミさんは仙台、宮城に来ますと、分隊も来るしかないでしょ、これ、マミさん、おでち、これね、ぜひ、優勝決定戦、ぜひお越しください。で、新潟三条、おでち、これ、すごいよ、三条って、はい、かつて宮原健人 VS 大森高雄三条でありましたからね。あれ、去年か、おととし、そうですよね。ですよね、はい、ありましたね。これ、同じ会場ですか。いや、違いますよね。違うんですよ。三条市厚生福祉会館は違うんですよね。それはちょっと待ってくださいね。三条市三条じゃなかった気がしますけど、いや三条、三条ですよ。あ、三条です。厚生福祉会館、あ、これ一緒です。あれ一緒でしたっけ。大森高宮原健人が伝説の三冠戦の場所ですよ。おでち、これね、あれ5月4日の三条なんですけど、はい、これね、この会場僕めちゃくちゃ好きなんですよ、ここの会場も、うん、なぜかというと、もう昔ながらのプロレス会場、うん、もういつ壊れてもおかしくない、うん、そのような、おでち、俺のちゃんと話聞いとかないと、危ない でもそれぐらいもう古い、マジで味があるプロレスならでは、
多分プロレスファンは知ってんじゃないかな、5月4日。うん、第3の故郷の理由は、第3の故郷ってのはもう僕ね、新潟昔からプロモーションに本当年に1回2回行かせていただいてて、新潟で超人気あるんですよ僕、まあ、日本全国どこ行っても人気あるんですけど。本当ですか。うん、なんか新潟はねプロレスファンがやっぱり多いから非常に人気がある、宮原健人。へえ。へえじゃないんですよ。いや、ね、でも本当に新潟ねプロレスが熱いんですよ。2年3年連続ぐらいで新潟の特番みたいにやってて結構行ってたんですけど、うんうん、あ本当ですか。宮原の二の字も怪我ない。いやそれあなたがプロレス界隈にいなかったからでしょ、その時撮影が。マジででも新潟って暑いんですよ。あ、健人さんのことも結構皆さん存じて。三条なんか宮原の大好きじゃないかな。あ、じゃあ僕今度またあるんで、うん、今年多分頼むよ、それ。ベストオブザベストの赤のやつ着てきて。あ、それ着なきゃダメだよ。でちゃんと報告しますね、これで、うん、もしかしてあのエースのって。そう言われるか言われないかで判断します。そう、それ調査しといて、はい、嘘言ってるから。嘘言ってるからいいんですよ、そんな。ほんまに。だから本当新潟プロレスファン多いですよ。あ、本当だ、帰ってます、うん、いや本当に多い。だから5月4日三条市厚生福祉会館、これは宮原健人と大森高子が三冠戦やった時は正直新幹線がプロレスファンだらけだったらしいです。それぐらい駅から、たくさんのファンの方が関東関西いろんな地域から来てくださったということで、5月4日三条大会で大出ち。これ問題の5月6日です。問題のあの伝説のオールトゥギャザーとまさかのかぶりの5月6日、はい、だから俺はねこの日宮原健人とデイビーボーイスミスジュニア、うん、俺たちこれすごいことだよ。それが後楽園で行われるんだよ、はい、これはプロレスファンとしてはオールトゥギャザーもいいけどやっぱ後楽園行きたいよねって人多分多いと思いますよ、うんうん、宮原健人デイビーボーイスミスジュニア VS 誰ですかそれ。井上尚弥の東京ドーム、はい、VS 日本武道館のオールトゥギャザー、この3大会があるんですよ。この5月6日ってのは正直格闘技ファンプロレスファンからしたら選択肢が3つあるんです。井上尚弥さんの東京ドーム、はい、宮原健人 VS デイビーボイスジュニアコラケホール、そして日本武道館オールトゥギャザー、全日本プロレスは出ません。皆様この配信を見てる皆様、5月6日井上尚弥さん、宮原健人 VS デイビーボイスジュニア、オールトゥギャザー、日本武道館、皆さんどれ行きますか。これ皆さんどうでしょうか。これは後楽園行くしかないんじゃないですか皆さん。これ5月6日、うん、もうねこれはね燃えてるよ多分プロレスファンは。逆におそらく俺の予想だけどね。しかもあれこれって違います。はい、5月6日でしょ。12時にエボリューションあるんですね。はい、何ですかエボリューションって。余計なこと言わないで、また余計なこと言おうとしたでしょ。ほら5月6日おでち見てコメント、はい、いっぱいありますね。いっぱい大会ありますね。井上尚弥さん東京ドーム、宮原健人 VS デイビーボイスジュニア、ズムジュニア、コラケンホール、日本武道館コラケンホール、これどうおでちこれ、そもそもお休みですから世の中。そうでしょ、はい、ゴールデンウィークでしょ。なのでどうよどうよ、みんな5月6日どうよ、これどれを選択するか。ほらほら見て、おでちこのコメント、みんな後楽園後楽園、今からでも間に合います。チケットは5月6日はほら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 、宮原健人 VS デイビーボイスジムスジュニア後楽園ホール、おでちこれすごいよ、みんなほらこの誘致、ほらほらほらすごいんだから、これもうみんな東京ドームボクシングは東京ドーム、これほらすごいことある。5月3日これ燃えてるからね、宮原健人も変にすごいよこれ。しかもチャンピオン会場の佳境になってるということで、いやそうなんですよね、これはね見逃せない一戦で、我々のブロックでここで誰が行くのか決まるというようになってます。小林さん、デイビーボスシュシュには僕勝ちます。勝ちます。なぜかというとオールトゥギャザーも井上大さんに負けてられないから。なるほど、はい、これってあれですか、当日は、はい、僕たちは東京ドーム行けば。いやいやいや、別に井上尚弥さんの YouTube やってるわけじゃないんだから俺の宮原健人やってるんだから。井上尚弥の YouTube 200人超えました、すごい。わあすごいすごい、ありがとうございます。皆さんこれほらみんな5月3日コーラケホールだって言ってますよ。5月3日の相手ももう一度デイビーボーイススミジュニア。おーギリです。でもこの試合を
まあ、シングルで、まあ、はっきりあれですよね、うん、オールトゥギャザーって言うたらそのね、うん、こういう、なんていうんですか、優勝者決めるぞとか言ってもないじゃないですか。それはすごい、まあまあどっちも盛り上がれば一番いいんだけどね。ただこの YouTube を見てる視聴者はもう後楽園ホール行ったかなと思いますけどね、うんうん、まあ今からもチケットも今ね、この配信終わったらすぐ帰ってくださいっていうことで5月6日後楽園ホールの集合しましょう。そしてオデッチ優勝決定戦、はい、5月12日の横浜分隊です、はい、横浜分隊が改装されて初めて全日本プロレス開催されます。これは会場がとてつもなく大きくてめちゃくちゃ見やすいです。はい、皆様5月12日横浜分隊ぜひですね、これ優勝決定戦に進めば、うん、おのずとメインイベントに出れるということですよ、おでち。これそうですね、しかももう3万円のプレミアムシート完売、完売です。すごいですね。もちろんもうこれで視聴者の皆さんは宮原健人優勝者として出れんのか出れねえのかってことでしょ、はい、出るに決まってるでしょ、これね、これですよ。じゃあ皆様、小林ちゃん書いてくれた5月12日までのこちら、私の星取り帳、星取り帳っていうことは1、2、3、4、5、小林は小林で綾部って書けてないじゃん。13点です。おでち、これどう、他の他社の人の予想してみてよ。ちょっと、まあ、ガスガス、なんとなくでいいんだけど、他社の人の予想してみてよ。僕のブロック13点取れそうなやついる？どう？素直に言いますよ、うん、青柳さん、青柳馬か須山はあっちだよね。違いますね。斎藤玲はあっち、斎藤兄弟があっちじゃないですか。え、じゃあ玲と純分かれてるんですよ。あれ分かれてない、分かれてない。なんで、旦那さんなんでいないんですか、そこに。あ、そっか。いや、だって兄弟対決があるんですよね、宮城で。あ、そういうことか。っていうことは待ってください。え、青柳 FM 勝ちすぎでしょってクレームが入りました。ふざけやがって、青柳 FM 見てください、皆さんスクリーンショットしてください。僕が13点取る、必ず。いや、今青柳 FM のこれご本人か、あのね、スタッフさんか A さんかわからないですけども、あの僕らが言えなかったことは今書いてくれました。いやいやいや、だってこれ俺順当に結構あのひいき目に書いてるからね。ひいき目になんか、なんて言うんだろう、対世間というか、はい、あんまりこう反感買わないようにね。はい、反感。ああ、まあそうですね、まあ負けだ。え、さすがっすよ、やっぱり。いや、何、試合する前に負けることを考えるやつあるかって。そういうことよ、まあ、ある方の名言ありますけど。おうおう、確かにそうですよ。これで、いやスミスさんには負けですねとか言わないっすもんね。いや、そりゃそうだし、俺でもこれ順当に書いてるからね。すごいっすね、うん、そうだわ、それプロのレスラーが試合前からこの人には負けるかなってやばい。それはそうよ、そうだそうだ、それもそうだし、いや普通に、多分俺本当に普通に13点だと思うよ。っていうのを今踏まえて、このヤギエフェルのコメントもう一回見た方がいい。ヤギエフェルはいいんですよ、無視しとけば。勝ち過ぎでしょ、面白いな。絵文字までつけて。配信中なんですけど、いやいや、だからそれを配信するんですよ、今から。いや、だからそうよ、オーデッチ。だから順当に言えば、幕張のもちろん青柳選手との対戦が、まあね、まあ結果が、まあ青柳選手との幕張がかなりポイントになると思うんですけど、とはいえ、この僕の予想でいくと、まあまず、開幕戦4月の、18日、東京後楽園の綾部選手に、勝利、もう完膚なきまでの勝利ですよ。まあ全日本プロレスの洗礼を浴びせるというか、チャンピオンカーにも洗礼をね、このスーパースターが浴びせる。そして、大森北斗選手、浜松大森北斗選手、まあ急所打ちとかね、まあそういったインサイドワークでやってくると思うんですけども、順当な勝ち。そして幕張メッセ、4月29日ですか、はい、そこで青木選手、まあ、引き分けもしくは俺の勝ち、まあ引き入れて引き分けにしてるんで、ここはね一歩譲って、でサイラス選手、大阪でサイラス選手、まあ、こちら180キロと、まあ、押されるとは思うんですけど、僕の勝ち、まあなんとかいきますよ。でもサイラスとはちょっとあれだね、
あれ考えないとね、戦略を。あ、うん、戦略分からないとダメだ。で、名古屋で前年度走ったの足野選手、アンクルロックとか、まあ、ストレッチ、締め技上手いんで、はい、投げ技もあと瞬発力がすごい、ちょっと長期戦になりそうかなっていうのはありますけどね。まあ負けられない。そして黒部で小中高生無料興行、はい、イケメン対決、まあこれは入場からもキーだしね、うん、という部分でも、まあ子供のパワーがどっちに勝るかなって部分ですけど、まあ僕の勝ち。そして5月6日すごいよね、ザ工業戦争、東京ドーム井上尚弥、うん、コーランゲンホール宮原健人 VS デイビーボーイスミスジュニアで日本武道館オールトゥギャザー、これいろんな勝負かかってる中で宮原が締めなきゃダメだろっていうところで負けられない。それによって、勝ち6勝1分け、勝ち点13となりました。皆様よろしくお願いします。はい、こちらです。はい、 OK ですね、うん、これ貼っときましょうかね。はい、はい、これ貼っといて、まあ、一応ですけども、うん、一応ですね、はい、はい、まあ、剣道さんがこう優勝決定戦とかに進んだ場合と、はい、進んだ時の、うん、あ、でもあれから人数が違いますもんね、毎回。そうだね、そうだね。あんまり別にこれは。え、何何、いやいや、うんうん、その当時の勝ち点とか見ておこうかなと思ったんですけど、要はその年より多分、あ、でも逆に去年の足のティーホークって何勝何分けぐらいなんですかね。去年の、あ、足野さんとティーホークさんは勝ち点 10で、あ、じゃあ 1,2 敗ずつぐらいしてる感じなんですか。そうですね。で、ケントさんが8ですね。8か、見えないですね。10でもまあまあ、だから13点だったら間違いの決勝に上がれる分隊、5月12日の横浜分隊に上がれる可能性は高いってことだよね。わかりました、皆さん5月12日の分隊、横浜分隊楽しみにしておいてください。はい。ただ、あ、南さん、800キロのスパちゃん、ありがとうございます。横浜分隊行くから、ケントさん勝ち上がってきたら幸せってことで、もう分隊急がなきゃダメだ、これ、はい。プレミアムシートも完売だしね。南さん、ありがとう。そして、おでち、今、集計出ました。まあ、あのですね、まあ、優勝予想、はい、途中からね、来られた方は何のこっちゃって思うと思うんですけど、もうこちらで優勝予想、今勝手にやっちゃいましたんで、集計がもうしばらくしたらもう出ます。まあちょっとその間は、ただ、はい、僕さっきお話ししましたけど、はい、青柳さんは結構というか、うん、本当に脅威だと思う。脅威ですよ、脅威ですよ、まあ、やっぱ、うん、ローリングクレードルうまいんで、なんか出てたね、テレビですごいですね、かなりやっぱりね、芸人さんを回してて、はい、はい、ということで出ました、オデッチ。うちの小林秘書がですね、今集計取りました。下からいきます。小林1 こういうね、あの冷やかしのコメントはダメですよ。いやいや、小林さんの自分で書いてます。小林ちゃんの小林ですから、この冷やかしのカウント入れないでください。入れなくていいですから。先に、あ、ありがとうございます。浅田さん、3000人開けしました、ありがとうございます。浅田さんのコメントです。決勝戦に行けると信じて横浜分隊のチケット買いました。チャンピオンカーニバル楽しみにしていますが、浅田さん、ありがとう。浅見さんも信じてくれてますね、うん。小林1、本田1、足野1、綾部1、スミス2、青柳3、諏訪間5、斉藤淳4、斉藤玲5、サイラス6、宮原健人24です。間違いないよこれ、もう世間がこう言ってるからね。もう大体もう宮原健人がやっぱ好きよね、うん、世間的に好きっていうか、こう優勝予想はもう宮原健人よ、うん、大体決まってるからね、こんなんもうほら見て、だいぶ2位との差をつけてるから、もう2位ともこんな差よ。じゃあ図書委員で、図書委員ってどういうことやそれ。何を言ってんだよ、何を言ってんだよ、図書委員を選ぶかあれじゃないんだよ。なんだ、青柳ヘムがなんか言ってますよ。青柳ヘム320円のスパチャ、スミスがすげえいっぱい入ってんじゃん、スミス。あと、なんでユーマさんじゃないですか。なんでこれ、スミスにすげえ入ってんだ。5月6日が佳境だから、はい、スミスが勝てばいけるってことでしょ、青柳が。ああ。計算高いよ、これ。組んでるよ、これ、下手したら。青柳ヘムさん、ありがとうございます。青柳ヘム、ありがとう。てか、こういうことよ。
俺が完璧な1位、こんだけ2位とやっぱり差をつけてるわけだから、もう間違いないでしょう。もう早くも予想しちゃうけど、うん。いや全然もう全然やっぱ俺よ。もうこれも取っとこう記念に。ということはこのままの皆さんの意見で言うと。あれですね、宮原健太 VS 斉藤麗があれですか。あ、そうなるね。このままの投票数でいけば斉藤麗 VS 宮原健太の5月12日の分隊での決勝戦になるんじゃねえかと言われてますよね。はい、そういうことですよ。まあ、斉藤兄弟ね、いつもは基本タッグでね、もうシングルで。まあでもまあいいじゃん、もう優勝予想宮原健太、そして勝ち点は13、はい、で、おそらく斉藤麗と、決勝戦になるんじゃ。あ、亜生さん、聖のスパチャありがとうございます。あ、亜生さんです。途中から視聴しましたが、ケントさんの優勝間違いないです。小林ちゃんの聖の字が綺麗ですねって小林ちゃんがこちらですね。小林ちゃん、これ元の小林ちゃんのこれ元からここに行きましたんでね、書き直してますんでね。まあでも、はい、いや、ということで、うん、まあぶっちぎりで僕ってことですよ。 YouTube の皆さんはこの宮原健とスクラッチはなんかあれですか、うん、外れたらなんかあるんですか。いや、スクラッチ外れないだろこれ当たりで、当たりしかないし、外れたらなんかしなきゃな、 YouTube でしなきゃいけないですか。いけないかもしんないよね。まあまあそれはその時です。その時考えよう。まあ、優勝ほら、はい、あー、だからこのままいけば宮原健と斉藤麗の優勝決定戦になるんじゃねえかっていうのが、まあ宮原健闘の YouTube 視聴者の方ではご意見ということで。まあ、あと個人的に言うとね、うん、ね、秀樹さんとここ最近はずっとバカバカコンビをやってましたけど、はい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 、いや、ね、ファンの方というか皆さんも思うかもしれませんけど、うん、諏訪間さんってやっぱバチクソ強いと思うんですよ。ああ、まあそうだよね、強いと思うけどバチクソ強い、うん、強いでしょうね。そのシングルの諏訪間さんとっていうのもはあ、ね、ブロック違いますもんね。違いますよ。だからまあそういう点もね、なんか気になりますけど、うん、ね、今新時代ニューエイジだなんて、はい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 、いやまだまだ俺たちだという試合も見たいなっていう気持ちもある。その可能性は諏訪間を燃えてる可能性あるよね。全然あるじゃないですか。今日発売の週刊プロス超新時代だというところで、はい、いやいや、宮原健太 VS 諏訪間選手の、うわ、気になりますけど、すごそうだねそれもね。勝った方が専務ですか。いや、そんなことはいいんだよ。いや、でも本当にただこれだよ、まあ、ぶっちぎりだから俺が、ああ、もうこれだけはやっぱり皆さん肝に銘じておかないと。肝に銘じておかないと、でも大事ですよ、こうやって、うん、ご自身の目標を立てるという、うん、ご自身、そんなことは春だからね、もう分かってんの。いや、なんですよ、その急の急カーブ、箱根じゃないんだから。もう行くよ、え、外に、外行きます。行くよ、みんな外に行くんすか。一緒に外に行こうぜ。え、行くよ、みんなで。急展開すぎてごめん。今日の生配信は外から送る、行こう、外に。マジっすか。行くぞ。あ、やばい、めぐみさん、2000円のスパチャありがとうございます。お、チャンピオンカイロの観戦は初めてなのでドキドキワクワクしてます。ケントしか勝たんという気持ちでまず開幕戦を応援しに行きますということで、めぐみさんありがとうございます。何言ってんすか。行きますよ。めぐみさんありがとうございます。雨はやみました。はい、やんでます。外行きます。外行くんですか。はい、はい、花見です。花見ちょっと降ってるかもしれない。ちょっと降ってるかもしれない。あ、じゃあカメラ置いていくんで。カメラ置いて俺だけただ普通だろそれ。皆様コメント読みながら行きますね。皆様どしどし、コメント皆様一緒に、配信、行きましょう。皆様行きます。ちょっと移動するんで。これ大丈夫ですか。行きますよ。外に向けます。一回映しちゃいけないとかありますかね。一回じゃあ下に。下に。はい、一回すいません皆様。私はいます、ここにいます。ただいま向かっております。我々、宮原健太の YouTube、突撃、下に突撃します。はい、ということで皆様、コメント私見ております。はい、あー、いいですねこれ。おお、みんなコメントがすごいことになってますね。はい、ということで、ただいま我々エレベーターに乗ります。はい、皆様、おー、すごいですね。
何か下に、あ、すごい近いな、しかもヘルメットまた、あ、気になってきた。あ、戻ってきた。いた？戻ってきた。すみません。あ、振ってはないですね。じゃあ、傘を。じゃあ、ちょっと繋いといてもらって。はい、私のここで見ようと。あ、こんばんは。バタバタしております。皆さん、私が持ちましょうか。あ、全然大丈夫です。あの、バタバタしております。はい。あ、俺が持ってるの。これは繋がってるんですね、まだね。この位置にしといてね。あ、わかりました。バタバタしております。ね、皆さんプロですからね。わ、すごい。皆さんすごい。すごいバタバタしてます。ありがとうございます。あ、音が聞こえないですか？あ、本当ですか？大丈夫ですよね。皆さん、音が聞こえますか？大丈夫ですかね？はい、皆さん、こんばんは。ちょっとですね、外の空気を吸いたくなって今、あ、音がってなってますよね。いや、大丈夫ですか？人、まあ、人によりますね。普通にうるさいから。皆さん、あ、聞こえますんだ、本当だ。はい、皆様、すみませんね、外なんでね、ちょっとね、音が多少聞きづらい部分もあるかもしれませんけれども、はい、よろしくお願いしますね。はい、あ、聞こえていますね、すごいですよ、すごいですね、皆さん、これ、うわー、人数も急に上がりましたね、お、皆様、すごいですね、外で皆様、ちょっと傘を待ってますんで、今、小林さんがめちゃくちゃ走って傘を取り入ってます、思ったより雨がちょっとね、降ってるということで、はい、あれ聞こえない方もいると。聞こえない方はもう一回多分接続してもらってやってみてもらって。あ、聞こえない方はもう一回ですね、接続していただければですね、はい。すみません、一回エレベーターで、はいはい、電波が途切れまして。はいはい、電波が一回途切れたと、エレベーターで。なのでもう一回ログインっていうかね、一回もう一回消してもう一回見てペッてですね。あ、完璧です。はい、完璧でございます。はいはいはい。皆様完璧でございます。はい、皆様、おお、入り直すと聞こえるようになります。うん、皆様ありがとうございます。皆様入り直すと、聞こえるということで、はい、よろしくお願いします。皆様ね、はい、はい、よろしくお願いしますね。今傘を取りってますからね、超特急で傘を、皆様すぐに戻ってきてください。今から、ちょっと外を歩きますんでね、はい、皆様と外に歩こうじゃねえかツアーをね、今からやろうと思ってますんでね、少々お待ちくださいね。皆様、今小林さんが超特急で傘を取りに行ってます。うん、小雨かと思ったらね、ちょっとね、中降りぐらいになってますんでね、ちょっとですね、今待機してますんでね。えげつない量喋ってるじゃないですか、もう。はいはいはい、あー、小林さんが急いできました、これ傘で、ね、大丈夫ですか、これ。よし、じゃあ皆さん行きましょう。どこにあるんですか。じゃあ一旦下向けます。下向きます。皆さんすいません、僕の声だけで我慢してくださいね。足が、あ、いいですね。皆さん、私の足だけで勘弁してくださいということで、はい、いろいろねありますからね、大人の事情がね。私の足はコメントを私は読んでおりますんでね、皆さん、はい、コメントは私は個人の携帯で見ております。はい、ということで曲がりますか、左ですか、で次右で、はあ、あ、まだまっすぐ行きます。皆様少々お待ちください。小林さん、どこに行くんですか。こっち行きましょう。こっちですよ、皆さん。私、あ、足が見えてますね。今日はね、このバンズを履いております。これまたバンズが履きやすいんですよ。はいはい、よし、行きましょう行きましょう。よし、すみません、ちょっと傘あげてもらっていいですか。はい、傘、あ、これですか。これ OK ですか。はい、で、刺してほしいじゃなくて、あ、そうですね、目に突き刺さりそうになってます。皆様歩いております。おお、これ斬新ですね、これ斬新ですね。我々の YouTube で初のこうやってね、突撃ということで、はい、はい、平日の夜に何してるんですか。平日に我々何してるんだって。あ、南さん、800円のつまちゃん、ありがとうございます。素敵な足配信ありがとうございます。ということで、南さん、足配信のスパチャありがとうございます。お、これはもう間もなく、どうでしょう、これまだ足配信、足配信はまだやっております。はい、皆様、私の足をこんな長く見ることありませんからね、はい、こういう機会だけでございますということで、はい、あ、ちょっとケントさん、はい、どうしたんですか今。何がですか。なんで急に上乱になるんですか。なってるわけないだろう。何を言い出してんだよ。びっくりした今。さあ、そろそろ、そろそろですかね。 OK ですか。まあ、まだ持ってまだまだ、はいはいはい、
圧死配信初めて見ましたって方もいますね。それはそうですよね、はい、これだけで終わるわけではありませんのでね、皆さんすいませんね、はい、ちょっとね、あのね、皆さんあの住宅街なんで、あ、そっかそっか、車とかが映っちゃうと、ね、そうだそうだ、そういうのが良くないんだな、はい、まあ、ということで、おでちもう春ですからね、はい、はい、すげえ足だけになって、皆さん視聴者数が減りましたね、これ足が長すぎるんじゃねえかってね、なんで書いてます、皆さん、いやいや、足、視聴者数がやっぱりの減ってきましたね足があまりにも長いから足ばっかり映ってんだから、これこのままあれ分隊行きますよね、行かないよ、分隊の方にいないんだから今いやでもこれもうどこまで行くんですか、おでち、これもうすぐですよ、もうすぐですか、皆様もう少々お待ちください、あと 1,2 分で多分行けます、あと 1,2 分で、はい、はいはいはい、ちょっとあの横断歩道なんで、横断歩道、これ皆さんこれすごいんだから、これはいはい、すごいな、え、お、着きましたね、皆様着きましたよ少々お待ちくださいね、これおーおーおおあの下いいんじゃないですか、あのすげえ、あの下とかいいんじゃないですか、これは来たか、皆様ついに来ました、皆様ついに来ました、すごいことになっておりますおお、あの下とかいい、あの下行きますか、うわすげえ、はい、ありがとうございます、気をつけてください、うわすげえっす、これはすごい、これは本当皆さんにプレゼントですね、あ、まああっち、これじゃないですか、こっち、これじゃないですか、じゃあ行きます、行きますよ皆さん、じゃあ私こっちはこれですよね、じゃあ、 あのライトの下、あ、これいいんじゃないですか、おー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 、雨もまたいい感じで、どうですかこれ、さあ行きましょう、皆さん行きますよ、3、2、あ、入っちゃった、行きましょう、3、2、1、うわ、お、すげえ綺麗ですか、お、どうですか、あ、おお、どうですか、お、僕もな、遅れて見ております、あれ、おお、すげえすげえ、みんな桜がすごい喜んでるおお、すげえ、夜桜でございます、皆様皆様、夜桜です、夜桜です、夜桜でございます、宮原健人と夜桜、はい、皆様どうですか、これ夜桜一緒に一緒に鑑賞でございます、今日春を迎えたというところで、皆様に夜桜 夜桜と宮原健人プレゼントでございます、皆様夜桜、すこっちも綺麗ですよ、こっちも綺麗ですよ、おいしい、映ってますこれ、綺麗ですか、あ、綺麗です、おお、皆様どうですか、夜桜東京4月3日、ただいま夜桜でございます、はい、皆様よろしくお願いします、はい、皆様桜をプレゼントでございます、はい、そういうことです、おでち、これすごいね、あ、綺麗だね、綺麗、これ綺麗だ、この絵は、はい、コメントをどしどしお待ちしております、皆様夜桜をプレゼントいたします、はい、皆様今日は春配信というところで、皆様に、夜桜をプレゼントというところで、皆様とも、少しでもですね、もう花見をした気分になれるんじゃないかと思い、大出来が考えまして、夜桜でございます。はい、あ、マミさん、396円のスパチャありがとうございます。マミさんからのコメント好きですということで、はい、ありがとうございます。告白、マミさんありがとうございます。皆様、お、みなみさんありがとうございます。1600円のスパチャありがとうございます。もうすげえ。マミさんからのコメント、桜とコメント。ありがとうございますっていうことです、南さんスパチャありがとうございます、はい、ありがとうございます、もうすごい、なんかすごい、なんか色が変わってますねどうなってんだこれは、すげえ、俺の PV みたいだなこれ桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる、君と約束した約束のままでトゥルリラ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 、これクオリティ高くね、これすごいですね、すげえすげえ、これ皆様夜桜をおでちが今プロのカメラマンが撮ってます、お楽しみください、皆様にプレゼント for you でございます、プレゼント桜でございます、皆様夜桜をご堪能ください、皆様宮原健人と夜桜をご堪能ください、みんなコメントを見てますよ、皆さんこんばんは夜桜
夜桜 VS 夜桜健太さっきから VS 出ちゃった夜桜健太でございます。いや俺たちいいねこれね。はい、すごい咲いてるね。これ満開までもう少し。ああ、ありがとうございます。 RHC3 さんから1000円のスパチャいただきました。ありがとうございます、MV いい感じですスクショタイムお願いしますということで、RHC3 さんスクショはどうですか。この辺がいいか。これどうですか。これスクショ、ああ、いいか。これいけたでしょ。ちょっと近い方がいい、うん、こっちどうですか。なんすか。え、なんだ。あ、これどいて。一回いきますよ。よっしゃ、みんなスクリーンショット終わりました。夜桜健斗のスクリーンショット終わりました。皆様いかがでしたでしょうか。皆さんスクリーンショット撮れましたでしょうか。皆様夜桜健斗の写真は撮れましたでしょうか。可愛い系の顔もお願いします。皆様今のはどうですか。夜桜健斗これ皆さんの希望がない限り可愛い健斗はできません。はい、皆様今のかっこいい場所、可愛い系も欲しいということでしょうか。皆様どうですか。可愛い、はい、可愛い健斗のスクリーンショットも欲しいという方いらっしゃるんですかね。いないのかな。大丈夫かな。もう撮れましたもんね。またおでちが遊んでます、一人で。はいはいはい、夜桜健斗撮れました。てかどうです。あ、皆さん可愛い健斗も撮りたいの、可愛いのを見たいってことですね。おでち可愛いのも行きますか。じゃあライト大丈夫かな。行けますか。一旦やってみましょう。行きますか。可愛い健斗ダメだったらやめて可愛い健斗行きますよ皆さん。よし、あんまりか死んでみたいな。よし、行きました。ありがとうございます。皆様かわいい健斗、おー、めぐみさんから生徒スポーチありがとうございます。え、推しとお花見できるなんて最高です。お、ありがとうございます。めぐみさんありがとうございます。お花見できるなんて最高ですという言葉をめぐみさんいただきました。これはだから夜桜をしている気持ちということになれるということですね、うん、はいはい。どうしました、おでち。お、なんか桜の、あ、桜をプレゼントしています。皆様今おでちは雨に濡れながらもプロ根性で桜の仏撮りをしております。皆様これがプロでございます。皆様に夜桜を見せるがために雨に濡れながらも、そっからだ俺じゃないんですよ。もう何やってんだよ。夜桜です。皆様おでち雨に濡れながら夜桜が撮ってまいりましたということで、おでちも夜桜いいですよこれ。2人でね、いいですね。 OK ということで、あ、持ち合わせたのさんから396円のスパチャいただきました。夜桜ケント絵になりますね。素敵なプレゼントありがとうございます。ここで持ち合わせたの、うん、さんありがとうございます、うん、もう間もなくですね、皆様ですね、夜桜とともにですね、皆様と心もうしばらくしたらですね、うん、終わりを告げようと思っております、この今回の生配信、最後は、砂場の外で砂遊びをしないでくださいって、別にいいんだよ砂場じゃないんだから、砂遊びはしてないんです注意事項も読み上げました、そんな中我々は生配信をしております。削っております、身を削った生配信でございますはい、ということで間もなくですね、皆様この夜桜とともに、宮原健斗生配信を今日失礼しようかなと思っております。皆様、本日夜桜忙しくて桜を見れない方、この夜桜を共にね、見たような感じに、ね、なっていただけたらと思いますね。はい、ということで間もなく生配信を終わろうと、終わりを告げようとしております、うん、宮原健斗、春の生配信、まあね、最後は夜桜と共にですね、皆様なんか、はい、あれですね、はい、もちろん日中に見る桜も素晴らしいですけど、このこちらもいいですね。夜の感じも。なかなか撮れないよこういうのは。はい。あと雨もまたなんか逆にちょっとねなんか滴る感じや。はい。はい、ちょっと触れてる感じ撮りますこの、はい、この桜をこう。触れてる感じ？桜にこう、あ、ありがとうございます。RH3 さん500円のスパチャありがとうございます。めっちゃ楽しかった、ファミリー大好き、ありがとうということで RH3 さんスパチャありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あっちの方が低いか。じゃあちょっともう一回移動します。うわー、皆さんすごいコメントですね。
ありがとうございます。これはいいですね、皆様。こちらで。これ、ここかな？いい。わ、あっちもすごいっすよ。あっちも。ほいほいほい。ほいほい。もうこれはすごいですね。じゃあこちらで、ね、共に拝見したんですね。うん。こちらで皆様に。はい。ありがとうございます。皆様、夜桜、仕事でお忙しい皆様は、すごい、この夜桜でですね、皆様、少しでも桜を見れたら、いいんではなかったと思いますね。あ、ゆいさん、千のスパチャ、ありがとうございます。ゆいさんからコメントは、ケント選手と桜、絵になりますね、素敵です。ということで、ゆいさん、ありがとう。これ持ったやつ取れそう。はい、これいける。いけそうですね。おいい感じですね。お、なんか真ん中に光があってすごい。いいんじゃないですか。いただきました。ありがとうございます。皆様、今日は桜、夜桜とともに生配信をお送りいたしました。皆様、今日はですね、4月3日、夜桜配信ということでちゃんかんどこ行ったんですか。優勝予想&夜桜配信を皆様お届けいたしました。皆様、今日も生配信、あ、マミさん550円のスパチャありがとうございます。今日の配信で文体行きたい気持ちがさらにアップしました。宮原さんが優勝したらめちゃくちゃ歓喜します。夜桜もありがとうございます。そこでマミさんからのスパチャありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、今日一日お仕事お疲れ様でした。皆様、この桜の季節、チャンピオンカリバー4月18日から始まります。まあ、開幕までにまたね、生配信などもありますのでですね、皆様、春のチャンピオンカリマル、ともども、宮原健人ともども、全日本プロレスともども、夜桜ともども、よろしくお願いします。ということで、今日は生配信ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。